ンマド・サラ、これ仕掛けるか、さあどうだ、パスの交換、絶好の位置で受ける、この柔らかいパス、後半に入りそろそろ15分というところ、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。バルセロナとしてはシュートまでの形ができないですよね。まあ守備にパワーを持って逃げ切ろうとしているかもしれませんけども、非常に難しい時間帯ですよね。リズムを刻むシェンニコフ、先ほどから厳しい寄せになっています。そうですね、どこにいても常にチェックされてしまいますよね。まあ対策としては相手はゾーンの受け渡しでマークをしてきますから、その受け渡しの境目を曖昧にする動きを繰り返していくことですよね。そうすることで相手はお互いゾーンの受け渡しに関して意思疎通が混乱してミスが起こりますから、逆にそこがチャンスになるので積極的に狙って動いてほしいですよね。パスをつなぎます、どうだ、もう一つ前に行きたい、シェンニコフ、サイドを使います、縦へのボール、序盤にロセルソ、パスの交換、このパス回し抜ければチャンス、ちょっと伸び